ナッシュビル・プレデターズは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルを本拠としている、プロアイスホッケーチーム、ナショナルホッケーリーグウエスタンカンファレンスセントラル、ディビジョンに所属している。1995年終盤、ニュージャージーデビルスがナッシュビルアリーナに移転するという噂が流れ始めた。ナッシュビルは移転してくるチームに2000万ドルを提示し、 デビルスはニュージャージー州とのリースを終了しようとしたが結局ニュージャージー州に止まることになった。デビルス獲得失敗後 NHL 理事ゲイリー・ベットマンはナッシュビルが拡張の候補地に上がるだろうと記した。ホッケーの代わりに NBA のサクラメント・キングスを獲得しようとしたが失敗し1996年にアリーナが開業した。 1997年1月、ウィスコンシン州の実業家、クレイグ・レイポールド率いる一団が NHL 拡張に関して公式発表を行った。ベッドマンと NHL 職員がナッシュビルのアリーナを訪れた際、何千もの人々がアリーナ前の広場で出迎えた。6月、NHL はオハイオ州、コロンバス、ジョージア州アトランタ、ミネソタ州ミネアポリスセントポール都市検査して、 ナッシュビルに拡張する決定を下した。NHL は1998年3月31日までに1万2000枚のシーズンチケットを売ることを条件に、ナッシュビルのチームの試合を1998年に開始する予定にした。上記4都市中、アリーナが完成していたのはナッシュビルだけだったため、最初に試合を開始した。1ヶ月後、レイポルドは、 ワシントン・キャピタルズの元ゼネラルマネージャーであるデイビッド・ポイルをチームの初代ゼネラルマネージャーに任命した。8月6日、ポートランド・パイレーツのヘッドコーチであった、バリー・トロスがチームの初代ヘッドコーチに任命され、ミッチ・コーンが初代ゴールコーチに任命された。1997年9月25日、レイポルドとチームの会長をジャック・ディラーは、 記者会見でサーベルタイガーを元にした新しいロゴを発表した。このロゴは1971年にナッシュビルのダウンタウンでファーストアメリカン国立銀行建設中にスミロドンの頭部の一部が発見されたことに由来する。ロゴが発表された後チーム名のファン投票が行われた。75の候補からアイスタイガース、フィワリ、アタックの3つに絞られた。レポルドは 特例で、プレデターズを追加した。11月13日、レイポルドは、記者会見において自分が挙げた候補が選ばれ、ナッシュビルプレデターズとなることを発表した。ある時、初試合前に、すでに移転する噂が流れ始めた。レイポルドの計画により、カナダのアルバータ州エドモントンを拠点とする、エドモントン・オイラーズがナッシュビルに移転し、プレデターズが、 テキサス州ヒューストンへ移転するという噂であった。レーポルドはこの噂に対して、そんな機会はないと一周した。NHL 加盟の費用8000万ドルの内なしシュビル氏が31.50%を負担することとなった。市がアリーナを創業することになり、約380万ドルを負担することになった。人件費は1500万ドルで NHL 最安値となった。 1998年10月10日、プレデターズはフロリダ・パンサーズとのホームゲームで1対0で敗退した。プレデターズ最初の5試合で完売したのはこの試合のみであった。3日後の10月13日、カロライナ・ハリケーンズとの試合で3対2で初勝利を収めた。フォワードのアンドリュー・ブルネットが初ゴールを決めた。参戦1年目。新チームの1年目の成績としては、 NHL 歴代3位に入る28勝を挙げた。28勝47敗7引き分けで、ウエスタンカンファレンスで13チーム中12位であった。昨年度活躍したベテランらを放出して、若手主体のチームとして、再び28勝を挙げた。前年とあまり変わらない28勝47敗7、引き分け7シュートアウトだったが、カンファレンス13チーム中再開となった。 2000年2月20日の対ニューヨークアイランダーズ戦においてプレデターズは3分38秒で4ゴールを決めた。この年は埼玉スーパーアリーナでの対ピッツバーグペンギンズ戦2試合で開幕した。日本のアイスホッケー史上最高の観客動員の中、それぞれが一勝した。ゴールテンダーのマイク・ダン・ハムとトーマス・ボコアンの活躍により、 カンファレンス15チーム中10位で34勝36敗、9引き分け3シュートアウトと前線、勝ち点80を獲得した。最後の1週間までプレーオフ圏内に留まるなど3年目にして飛躍を見せた。最終的に10点差でプレーオフ圏外となった。シーズン中に第3ジャージが披露された。一方のチームは全体的に振るわず、成績がまた28勝に戻った。 シーズン終盤には、チーム創設時から貢献してきたベテラン選手の大量放出を行い、世代交代を推し進めた。2001年12月6日、プレデターズ史上100勝となった。これにより1990年代の NHL 拡張で編成されたチームの中で最も早く100勝に到達した。シュートアウトに恵まれず、28勝41敗13。 引き分けーシュートアウトとなり、勝ち点69でカンファレンス15チーム中14位となった。バリー・トロツ監督が監督試愛数392で NHL 拡張チームの初代監督の中で最高となった。開幕直後はつまずいたものの、中盤の快進撃でプレーオフ圏内へと浮上した。しかし3月にチーム得点王のレグワンドが骨折すると、 それに影響されたのか、チームも大失速した。結局チーム史上ワーストとなる27勝に終わった。27勝35敗13引き分け7シュートアウト、勝ち点74でカンファレンス14位となった。オフシーズンにはディフェンスマン6人中4人を放出する大規模な入れ替えを行い、当時チーム記録となる91ポイントを上げ、バリートロツ。 監督の元プレデターズはカンファレンス15チーム中8位となり、プレイオフに初参加した。カンファレンス準々決勝で、強敵デトロイト・レッドウィングス相手に、第6戦まで粘ったものの2勝を4敗で敗れ去った。2004年から2005年の NHL ロックアウトにより、全試合中止スピードを重視するプレデターズに有利になるルール変更があっただけでなく、 大スターのポールカリアを獲得した。最初の4試合を1点差で勝利した。ただしうち2試合はシュートアウトでの勝利でありこれについては前年と同様である。NHL 史上8勝0敗で開幕した4つ目のチームとなった。2006年3月16日、対フェニックス雇用手図戦で2対0で完封し、この時点で39勝を収めた。この試合でクリス・メイソンが 得点を獲得した9人目のゴールテンダーとなった。プレデターズ史上、初めて勝ち点100以上の106ポイントを挙げ、49勝25敗、8引き分け、ホームでは32勝8敗1引き分けとなった。ホームアドバンテージを持つ第4シードに食い込むが、プレーオフではカンファレンス準々決勝として、3のゼシャークス相手に5試合中先制したが、1勝4敗で1回戦。 敗退した。2006年7月2日、フリーエージェントで、ベテランのセンターであるジェイソン・アーノットを獲得した。アーノットとデイビッド・レグウンドは、それぞれ27点を獲得した。シーズン後期、プレデターズは、かつてドラフト第1ラウンドで指名したスコッティ・アップ・シャルと、ライアン・ペアレントをトレードに出し、NHL オールスターに5回選ばれている。 フィラデルフィアフライヤーズのピーター・フォースバーグを獲得した。1ヶ月近い間、30チーム中1位の成績を維持し、プレジデンツトロフィーも視野に入っていったのだが、終盤に失速した。それでもチーム記録の51勝23敗8、引き分けで110ポイントを上げ15チーム中4位となった。このポイントは、全体で見ると、バッファロー・セイバーズの百十三ポイント、 デトロイト・レッド・ウィングスの113ポイントに次ぐ3位の成績であった。NHL はウェスタンとイースタンの2つのカンファレンスでランキングをつけ、デトロイトがトップ、アナハイム・ダックス、バンクーバー・カナックスに次いでプレデターズは4位となった。カンファレンス準々決勝となるプレイオフでは前年に引き続き、シャークスと対戦することになったが、最終的に2年連続の1勝4敗。 3年連続の1回戦敗退に終わった。オフシーズンに主力を大量放出し、チームを買収する可能性のある人が複数おり、過去2年に比べ苦戦し、シーズン半ばまで移転の噂が流れた。フロリダ・パンサーズにトレードされたトーマス・ボコアンの控えのゴールテンダーのクリス・メイソンは不安定なシーズンを送り、ダン・エリスとゴールテンダーをたびたび交代した。 シーズン前にダラススターズから打診を受けていたエリスは、シーズン終盤に NHL 史上5番目に最長の233、39で完封し、最終的に91ポイント、カンハレンス8位ギリギリで4年連続のプレイオフ進出を決めた。プレジデンツトロフィー及びスタンレーカップ優勝を目指したが、デトロイト・レッドウィングス相手に2勝4敗で4年。 連続プレイオフ1回戦敗退となった。新たなオーナーの下で、いくつかの人事移動が行われたが、アレキサンダー・ラデュロブの二重契約問題でいきなり、シーズンに暗雲が漂った。プレデターズは、序盤からカンファレンス再開を争う、低空飛行をした。オールスター後、トレード締め切りまで大きな動きはなく、シーズン最後まで、プレイオフ出場権を求めて戦った。 腰の怪我で2シーズン休養していたスティーブ・サリバンの復帰でチームは持ち直して一時はプレイオフ圏内まで登り、プレデターズは88ポイント獲得したが、カンファレンス10位となり、最終的にセントルイス・ブルースやアナハイム・ダックスに阻まれ、5年連続のプレイオフ、進出はならなかった。3のゼシャークスのフォワードのマーセル・ホックを獲得し、シーズン半ばに契約延長した。 またモントリオールカナディアンズのディフェンスであるフランシス・ブイオンも獲得した。期待の新人コリン・ウィルソンを獲得したが、キャンプ中の足の付け根の怪我により、シーズン前半を欠場し、2009年11月、アメリカンホッケーリーグのミルウォーキー・アドミナルズに送られた。2010年2月に復帰して15試合で11ポイント獲得し、最終的に35試合で15ポイントを獲得した。 2005年ドラフト再開で入団したスウェーデン人で23歳のペートリック・ホーオンクビストはこのシーズンで活躍した。前年28試合中2ポイントしか獲得しなかったが、このシーズンでは30ポイントを獲得し、スティーブ・サリバン、ポール・カリア、ジェイソン・アーノットに続きプレデターズ史上4番目の高得点となった。彼はしばしばゴール前におり、 レッドウィングスのウィンガーであるトーマス・ホームストロームと比較されることが多かった。ホームクビストのタイムリーゴールが続き、ゴールテンダーのペッカリネの素晴らしいプレーにより、若手選手の対等やチーム力で勝利を積み重ね、シーズン終盤までにカンハレンス5位まで上り詰め最終戦で、チーム史上3度目となる100ポイントに到達したが、最終的にカンハレンス7位で、 プレイオフに進出し、シカゴ・ブラック・ホークスと戦った。プレイオフでは、後の覇者となる、ブラック・ホークスと激突し、1回戦で、後の覇者と対戦するのは2回連続である。4月16日にユナイテッドセンターで行われた、初戦では4対1で勝利した。最初の4試合は2チームとも交互に勝利し、2勝2敗となり5試合目はテレビで全米放送された。 5試合目では残り1分3秒で、ブラックホークスのフォワードのマリアン・ホッサが、プレデターズのディフェンダーのダン・ハム・ヒュイスを越して、得点したが、4対3で、プレデターズが勝っていた。その後パワープレイで、ブラックホークスのパトリック・ケインが得点し、オーバータイムにもつれ込んだ。オーバータイムでは、ホッサが得点して、ブラックホークスが勝利した。 ブリジストンアリーナで行われた6試合目は5対3で、プレデターズが負け、2勝4敗となった。ポストシーズンのパワープレイでは1回しか、得点しなかった。ゼネラルマネージャーのデイビッド・ポイルは、首相ジェイソン・アーノットとニュージャージー・デビルスの、ウィンガーであるマシュー・ハリシャックをトレードに出し、モントリオール・カナディアンズから、フォワードのセルゲイ・コスティンを獲得し、ダンハム・ヒュース、ダスティン・ボイド、 ダン・エリスがフリーエージェントとなり、フィラデルフィア・フライヤーズからライアン・ペアレントを呼び戻した。フリーエージェントのジョナス・アンダーソン及び、スウェーデンのライナス・クレセント契約した。また、スイスのローマン女子、スウェーデンのアンダース・リンドバック、フィンランドのアッテイングロンなど海外から、また初の地元出身者として、ナッシュビル近郊ブレントウッド生まれで、 ホビー・ベイカー賞受賞者のブレイクジョフロンを獲得した。7月2日、プレデターズは、ベテランフォワードのマシュー・ロンバーディと3年間1050万ドルで契約したことを発表した。7月9日、プレデターズは、ディフェンスのシェイ・ウェバーが、第5代首相となることを発表した。9月19日、ディフェンスのライアン・サターとフォワードのスティーブ・サリバンが、大体首相となることを発表した。 フォワードのマイケル・サントレリをフロリダ・パンサーズにドラフトピックと引き換えでトレードに出した。またディフェンスのライアン・ペアレントとフォワードのジョナス・アンダーソンをバンクーバー・カナックスのシェーン・オブ・アイアンとフォワードの選手をトレードした。また、まだ若いディフェンスのアーロン・ジョンソン、ブレッド・ペーリン、グラント・ルイスと契約した。他にフォワードのジェイミー・ランドマークとも契約した。 2月11日、プレデターズは、オタワセネターズの20点獲得を4回達成した、プロ11年のベテランのマイク・フィッシャーを、2011年のドラフト1巡目指名権と2012年のコンディションピックと引き換えで獲得した。2月25日、ディフェンスコンディションの7巡目指名権と引き換えに、アレキサンダー・サルツァーを、フロリダ・パンサーズにトレードに出した。 そしてフォワードのウェイド・ベラクをウェーバーに据えた。2011年4月22日、ペッカリネがベジーナ賞投票で、キャプテンのウェーバーがジェームス・のリスキ念賞投票で、共に2位になるなどの活躍で、4度目の100ポイントこそ、僅差で逃したものの、カンハレンス5位で2年連続6度目のプレーオフ、進出した。1回戦ではアナハイム・ダックスと対戦し、 2011年4月24日、満席のブリジストンアリーナにおいて4勝2敗で6度目にして初めてプレーオフ2回戦進出を果たした。2回戦では NHL ランキング1位のバンクーバーカナックスと対戦し2勝4敗で敗退した。試合結果以外でも成功しており、レギュラーシーズンの16試合でプレーオフでは6試合で完売した。 2011年8月31日、プレデターズに2008年に所属し、ファンにもとても人気のあった、元ト,トロントメープルリーフス、フロリダパンサーズ、コロラドアバランチ、カルガリーフレームスのウェイドバラクが、カナダのオンタリオ州トロントのコンドミニアムで遺体として発見された。この夏、NHL のエンフォーサーで亡くなったのは、計3名であった。 2011から2012シーズンではヘルメットに追悼のステッカーを貼った。2011年9月7日、ロシアにて、ロコモティフやロスラブリが旅客機墜落事故に遭い、ホッケー界に激震が走った。犠牲者のうち3名が、プレデターズと関連があった。カールリス・スクラスティンスは1998年から2003年に、ヨーゼフ・バシチェックは2006年から2007年に、 プレデターズに所属していた。ロベルト・ディートリッヒは、プレデターズのマイナーリーグであるミルウォーキー・アドミナルズに所属していた。2011年6月22日、シーズン前に新しいロフとトユニフォームを導入した。色合いは青、金、白と簡素化され、オレンジ、銀、鋼色は削除された。 古いロゴが取り外され、ギターのピックやテネシー州の旗のデザインが取り入れられた新しいロゴが設置された。2011年11月3日、ゴールテンダーのペッカリネと7年間4900万ドルで契約した。これはプレデターズ史上最高の契約で、この年の NHL でのゴールテンダーで最高級となった。2012年2月17日、 ゼネラルマネージャーのディビッド・ポイルは地元出身のブレイク、ジョフリョン、及びロバート・スレーニーをトレードに出し、2012年のドラフト2巡目指名のディフェンスのハルギルを獲得した。2月24日、フェースオフの名手ジャレット・スミソンをフロリダ・パンサーズにトレードに出し、ドラフト指名権を得た。2012年2月27日の NHL トレード締め切りピ、プレデターズはアンドレイ・コスティシンを モントリオールカナディアンズからポール・ゴースタッドをバッファロー・セーバーズから獲得した。プレデターズは結局ドラフト指名権を放棄した。2012年3月19日、KHL で4年間活動していたロシアのフォワードのアレクサンドル・ラドゥーロフがプレデターズに復帰した。2012年4月20日、スタンレイカップのプレーオフで2年連続2回目の2回戦に進出した。 デトロイト・レッド・イン・グス相手に4勝1敗で勝ち越した。2012年5月7日、カンファレンス準決勝において2年連続でフェニックス、雇用手図に敗退した。2012年から2013年の NHL ロックアウトにより試合数が限られ、プレデターズは2008から09シーズン以来初めてプレイオフを逃した。2年連続プレイオフを逃し、 プレデターズは15年務めたヘッドコーチのバリー・トロッツを解任したが別のポジションで球団に残ることを依頼した。2014年5月6日、プレデターズは新たなヘッドコーチとしてピーター・ラビオレットが就任したことを発表した。トレード締め切り日、1998年から所属しており人気のあったデイビッド・レグウンドをデトロイト・レッド・ウィングスにトレードに出した。 ピーター・ラビオレットのヘッドコーチとしての最初のシーズンでセントラルディビジョンで2位となった。2015年4月のプレイオフでは1回戦で後の優勝者シカゴ・ブラックホークスと対戦しホームアドバンテージにかかわらず6試合2勝4敗で敗退した。2007年5月23日、プレデターズのオーナーであったクレイグ・レイポールドがカナダ人のビジネスマンで リサーチインモーションの会長及び共同 CEO のジム・バルシリーにチームを譲渡する暫定行為に達したと報じられた。当時、レイポルドはチームの2007から08シーズンをナッシュビルで行うと明言していたが、その後に関しては不透明であった。バルシリーは長い間サザンオンタリオに別のチームを配属することに興味があるのではないかと噂されていた。 この取引は2007年6月30日まで決定しなければならなかった。NHL の規約違反にもかかわらず、バルシリーはまだ所有が始まっていないチームの移転話を進め始めた。移転先はトロントメープルリーフスとバッファローセーバーズの本拠地から約50マイルのカナダのオンタリオ州ハミルトン市のコップスコロシアムが考えられた。ハミルトンへの移転は メイプルリーフスの領有権侵害として賠償金を要求される可能性があった。セイバーズは NHL が定める50マイルからやや外側にあったのだが賠償金を要求される可能性は捨てきれなかった。6月13日、翌日からチケットマスターを通じてハミルトン・プレデターズの名の入ったシーズンチケットが販売されることになったことからまた NHL の規約違反となった。 カナダでのホッケーのチケットの購入者が多いサザンオンタリオへ NHL の拡張を行うというバルシリーの考えが NHL の理事会で披露された。6月23日、複数のメディアがレイポールドはもはやバルシリーにプレデターズを売却するつもりはないと報じた。しかしレイポールドは間接的にバルシリーとの契約はまだ可能性があると伝えた。 バルシリーの弁護士であるリチャード・ロディアは、レイポルドから NHL への文書を引用し、売却の進捗の一部は単に形式的であり、この未決の売却に関して若干の変更があると語った。カナダの関係者たちはこれらの情報や、遅延作戦は NHL がチームをカナダに移転させたくないからだろうと考えたが、NHL はこれを否定した。レイポルドは、 後にバルシリーは買収後もナッシュビルに据え置くことを考えておらず、プレデターズとナッシュビル氏とのつながりに干渉し、移転することを前提に買収しようとしていると明かした。そのため、バルシリーとレイポルドの交渉は決裂した。2007年6月下旬、ミズーリ州カンザスシティへの移転説も浮上した。カナダのナショナルポストが見で匿名により、 プレデターズのオーナーであるクレイグ・レイポールドは2008から09シーズンに合わせてカンザスシティの新しいスプリントセンターにチームを移転したがっているサンのゼの投資家ウィリアム・デル・ビアージョ3世に売却する計画を立てていると報じられた。スプリングセンターを本拠地とする NHL のチームを所有するためにアンシュッツエンターテイメントグループと契約していたデル・ビアージョは 推定約1億9000万ドルでの買収を申し出た。2年前の2005年、デルビアージョは、ピッツバーグペンギンズの買収に同意に達したが、NHL ドラフトロッタリーで、指名権を得て1巡目で、シドニークロスビーを獲得したため撤回された。プレデターズが、ナッシュビルの会場のリースがまだ残っているにもかかわらず、バルシリーは、ハミルトンで、シーズンチケットを発行し、 NHL のオーナーで理事のゲイリー・ベットマンを失望させ、レーポルドはバルシリーへの売却を考え直したと報じられた。デルビアージョはカンザスシティで法人向けチケットの販売を開始したが、バルシリーが行ったようなシーズンチケットは含まれていなかった。その後レーポルドはデルビアージョとのみ交渉しているという噂を否定し、まだ バルシリーとの契約の可能性が残っておりすべての入札を明らかにすると語った。レイポルドはバルシリーがプレデターズを移転させないという約束を保護にし、手付金の支払いを行わなかったと語った。2007年7月4日、グローブメール紙は30名の投資家たちがナッシュビルにチームを止めておくための入札をする団体を結成したと報じた。 2007年7月19日、地元の企業家グループによるアワーチームナッシュビルがソメイセンターに集まり、プレデターズをナッシュビルに止めるためチームのファンにシーズンチケットを購入することを勧めた。7500名ものファンが詰めかけ、シーズンチケットが726セットを売れた。この集まりは後に地元ラジオ局 WGFX104.5 の番組ザゾーンの スポーツキャスターとなるジョージ・プラスターが大きく貢献した。2007年8月1日、グループはレーポルドからの文章を発表した。ナッシュビル氏との交渉後、デイビッド・フリーマン率いる地元のグループがカールディーン市長との合意に達し、NHL 理事会は2007年11月29日付での売却を承認した。1億7200万ドルの買収額には、 約6100万ドルの借金の返済と220万ドルの手数料や経費が含まれた。主にテネシー州の人々で構成されたこのグループにはかつてカンザスシティへの移転を試みたデルビアージョも参加した。地元の購入者が73%を占めデルビアージョなど少数のパートナーが残り27%を占めた。2008年6月デルビアージョは 多くのローン未返済により法的トラブルとなり連邦倒産法第11章により破産を申請した。さらに出るビアージョのチームへの出資金も不正に入手したものであるとして FBI の調査が行われ刑事責任が追及されることになった。刑期97ヶ月の判決が下された。連邦倒産法により借金返済のためプレデターズへの出資金を含む 資産を売却することになった。バルシリーがデルビアー城の出資分を買い取り、破産を免れたと報じられた。しかし NHL や地元グループがこれを完全に阻止し、バルシリーに出資分が移行する前に、デルビアー城の権利は無効になっていたと伝えられた。多くの北米スポーツリーグは、チームの巨額の出資をする者は誰でも支払い能力を考慮しており、 デルビアー城の破産は NHL にとって深刻なパブリックリレーションズの失敗となった。1997年に詐欺師ジョン・スパノがニューヨークアイランダーズを短期間所有していたが財務諸表が不正だったため NHL はオーナーとなるものをアーンスト・アンド・ヤングやニューヨークの会計事務所で入念に検査するようになった。 またバッファローセーバーズのオーナーのジョン・リガスが詐欺で有罪となったが、チームに被害はなかった。2009年2月4日、カルガリーの実業家 W ブレッド・ウィルソンは、プレデターズの大株主、デイビッド・フリーマンと会合し、別のスポーツチームへの投資を持ちかけた。ウィルソンは、スポーツチームへの投資に合意したと発表したが、未だ詳細は明かされていない。 ウィルソンは27%の子株主の一人である、ウィリアム・デル・ビアージョ3世からプレデターズの権利を名目上買い取った。2008から9年及び2009から10年、プレデターズは1試合につきチケット購入者が平均に1万4000名で、世界的な経済不況の中利益を上げたと発表した。2011年11月、 W. ブレッド・ウィルソンは、プレデターズの株の5%を購入したと報じられた。チームは先手にあるスポーツプレックスで練習を行っている。2007から8年のシーズンでは、新たな島の入ったジャージが作られた。ロゴも色も変更はなかった。アウェー用のジャージにもロゴがついている。2011から12年のシーズンでは、ジャージのデザインや色合いを変更した。 ホームジャージは明るい黄金色地に濃紺と白の線が入り、アウェイジャージは白地に黄金色と濃紺の線の入ったものである。またロゴも白、黄金色、濃紺で作られたものに変わった。ナッシュビルの音楽の歴史を物語るように、新しいジャージの肩には、テネシー州の旗の三つ星の入ったギターのピックが描かれ、背番号にはギターの弦の絵が横断し、首回りの内側には、 ピアノの鍵盤が描かれている。今回は第3のジャージは作られていない。デトロイト・レッド・ウィングスのタコ投げの伝統に習い、プレデターズのファンはチーム愛を表明するため、アメリカ南部の名物ナマズをアイスリンクに投げ入れる。2003年10月30日にテネシアンが見で初めて報じられた。2003年11月13日の初ゴールの際は、 少なくとも4匹のナマズがリンクに投げ込まれた。ブリジストンアリーナのセクション303はセルブロックと呼ばれ NHL で最もうるさいアリーナで最もうるさいセクションとされている。ファンが独自に組織したグループであるが、プレデターズ事務局にも認識されており、セクション後ろの壁に事務局作成の大きなバナーが貼られていた。2008年4月3日、 セントルイスブルースと対戦した、レギュラーシーズン最終ホームゲームで、満席の、ソメイセンターで4時30分に3対2でリードしており、テレビ中継でファンはずっと、スタンディングオベーションを続けた。プレデターズはそのまま勝ち抜けて、プレイオフに進出し、以降最後のテレビ中継には、スタンディングオベーションすることが伝統となった。プレデターズのマスコットは、ナッシュという青いサーベルタイガーである。 1998年に初登場し、高速の懸垂加工、ジップライン、振り子などのスタントを特徴としており、スコアボードの下やリンクのすぐそばに登場する。マスコット以外に、プレデターズのファンは、パワープレイの際に、ファンフィンガーは、牙の胃で応援する。売店で、手袋型のものを購入することもできるが、多くの観客は両手でピースを作り、 人差し指と中指を少し折って、牙のような形にし、上下に振って威嚇するようにする。この時 BGM には、アルフレッド・ヒッチコックの映画、最古のホラーの音楽が流れる。中、GP イコール試合数、W イコール勝ち、L イコール敗、T イコール引き分け、イコール延長敗、パーツイコールポイント、GF イコール得点、が、イコール失点、PIM イコール反則時間ストにより、 全試合中止。延長杯の勝ち点1を含む、正のアルファベット順。2015年7月1日現在、ウェバーが、ハエ抜き選手では、初となるキャプテンに就任した。また、元ワシントンキャピタルズのスコット・ウォーカーは2003年1月に、数試合、ジョンソンの代理でキャプテンを務めた。プレデターズ史上最多得点選手上1 0名を以下に、示す。ポス イコールポジション、GP イコール試合数、G イコールゴール数、A イコールアスト、パーツ、イコール得点数 P、G イコール試合平均得点、イコールチーム現役レスターペトリックトロフィビル、マスタートン記念トロフィー NHL ファンデーション選手賞、NHL ファーストオールスターチーム NHL セカンドオールスターチーム。ありがとうございます。